こんにちはままりごと始したマサで,すでも、まさりごとの場合は、まさ名義なのか、どっちだっけみたいな、まあ、どっちでもいいや、みたいな <laughs>。そういうことで、なんか、話題というか、最近の上げてる動画で、 結構話してると思うんだけど、結構、や、なんか風邪気味で <laughs>、なんかテンション高いのは、あの、37度ぐらいだと、なんか、微妙に逆につらいんだけど、38度とか9度とかになると、逆にテンションが上がってしまうタイプらしく <laughs>、まあ結構 <laughs>、結構来てるけどね <laughs>。まあまあ、 まあなんとなく10個止めっていうかこの「まさりごと」シリーズはいつから始まったかというとまだ調べてないんだけど結構前からやっててしかもなんてつうのこの録音の手段というかやり方が本当に変わって最初は何だっけあのボイスレコーダーかボイスレコーダーで撮ってその撮ったやつを パソコンに取り込んで、取り込んだやつを、えー、っと、iMovie とかで編集して出してたみたいなね。すんごい手間がかかってたんだけど、今は普通に、パソコンの、なんだっけ、QuickTime プレイヤー、QuickTime プレイヤーっていうやつで、撮っちゃって、もうそのまま、あの、動画の、 なんつの形式で録音されちゃうからそのまま貼り付けちゃうみたいな。なんで全然手間がかかんない感じでやってます。しかもパソコンでしかもこれなんだっけあれ Wi-Fi か Wi-Fi でつながなくても外でも全然できちゃうやつだからまあパソコン持ち歩けばできちゃうみたいな感じ。 です今ちょっと<笑>今 <laughs> Wi-Fi の話をしたんだけど <laughs> 今一瞬<緒笑> Wi-Fi のちょっと面白い話が <laughs> 昔あって <laughs> Wi-Fi 話 <laughs> あのマサ、ま、り事ととかで Wi-Fi 話をした方がいいのかそれともマサラジの方で Wi-Fi 話をした方がいいのかどうなのかっていうね <laughs> まあでも今 Wi-Fi の 話出たから、まあ言うか Wi-Fi の話。まあ、Wi-Fi の話なんだけど、あ、今日は Wi-Fi の話でいっか。Wi-Fi の話。で、えー、っと、何があれかっていうと、最初に、えー、Wi-Fi のことを知らなくて、まず知らなくて、Wi-Fi は無線 LAN でしょ。で、その前は知らなかったから有線 LAN 使ってて、で、 えっと、新しいパソコン、PC 買ったんだけど、それが有線 LAN 取り付けられないタイプで、まあ、変換のやつがあれば使えたんだけど、まあ、普通に買った時は Wi-Fi とか無線 LAN が日常化してたから、で、その時に、あの、無線 n の存在を知って、あ、ええー、やんと思って、で、まあ、買いに行こうかなと思って電気屋近くにあったから、 で、電気屋近くにあったから行って、まあ一応調べて、こういうのがちゃんとあるんだ、みたいな。で、えー、っと、まあしかも調べてる時にさ、その発音というかさ、まあ、Wi-Fi だから、あのスペルはなんだ、WIFI かながスペルなんだけど、ああ、あ、これだこれだと思って調べて、で、あの電気屋行ったんだけど、 でまあ、場所、そんなどこにあるか何か分かんなかったから、まあ、店員さんに聞いたわけだよ。あのその時に Wi-Fi のことを Wi-Fi っていう言葉じゃないと思ってて、あの店員さんにあのその場所を知りたくて、店員さんに Wi-Fi って <laughs> どこにありますかって聞いて。 ウーフィーってなんだよみたいな、ね。今、ちょっとすんげえ恥ずかしい話なんだけど。ウーフィーってなんだよみたいな。で、店員さんが、あの、まあ、その瞬間に、ウィーフィーってどこっすかねって聞いたら、あの、店員さんが、ちょっと、微妙な間があって。微妙な間があったけど、あ、こちらですみたいな。あ、よかった。ウィーフィーあるんだ。みたいな感じ。普通にその時は行って、で、その場所に着きました。ま、あその時に、あの、 振り仮名とかを振ってなくて、まあ、あ、w i f i ここにあったんだと思ってたんだけど、店員さんの一言が面白くて、あの、あ、こちらが Wi-Fi になりますみたいな話をして <laughs> え、え、え、みたいな、あ、Wi-Fi って読むんだみたいな、ちょっとそこですっごい恥ずかしくて <laughs>、あ、めっちゃ恥ずかしい、Wi-Fi なんだみたいな、w i f i じゃなかったんだみたいな、そう、それが w i f i 事件なんだけど <laughs>。で、それで、あの、 まあ一応、んつうの、どれを買ったりいいか分かんなかったから、ちょっと恥ずかしかったけど、どれがいいっすかねみたいな、環境を説明して、2階建ての家なんだけど、2階建ての家で、どの範囲までやります、つなげさせるぐらいのえ大きさがいいかみたいな、そういう説明を受けて、分かりましたみたいな感じで終わったんだけど、まあ、まあ、 学んだっつうのはあるよね。まあそこで分かったらよかったけど。<laughs> 分かんなかったらずっと w f i だと思ってたからね。っていう w f i 事件でした。しかもその w f i 事件って結構数年前とかの話、あ、でも1年前 ?1 年前あ、1年前じゃないよね。この PC 買ったのが夏だから、夏というか8月ぐらいいたから、えーと、8ヶ月前ぐらい。 1>, 1年経ってないぐらいでまだビーフィーだと思っていましたっていう話でしたということでえー、っと今回のまさ、あ、りごと10個止めはビーフィー事件の話でした <laughs> ということでえー、っとよかったらチャンネル登録とグッドボタンをお願いしますじゃあねあちなみにこの表紙は結構前に食べたすき家の並盛りの牛丼の梅雨だくのテイクアウトの絵ですじゃね